さんこんにちは、奈良岡にこです。しおです。さとみんの S はサウナの S、 OFR48 リーダーのさとみんです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はサウナ女子が行くということで、こちら千葉県は柏にございます湘南ベースにやってきました。ということで、めちゃくちゃ都内からのアクセスいいんですが、こちらグランピングができる場所となっており、異国のようなサウナがあるらしいです。ということで本日はここで整っていきたいと思います。行ってきまーす。イエーイ。2024年4月にオープンしたばかり、1日4組限定のグランピング宿泊施設です。ヤシの木に囲まれたプライベート空間でバーベキューを食材のみの持ち込みで利用可能。そしてその奥にコンテナのトレーラーサウナがあります。チェックイン後に予約可能。予約が空いている時はフリーで入室ができます。コンテナの中へ入るとサンダルや小物置き、サウナ用のタオルの用意もあります。サウナ室はヒノキを全面に使用した作りで、高さは2段、定員8名、ハルビアのストーブでセルフロー料理も可能です。スイッチ一つでお好みの温度に設定できます。そして大きな窓から見える景色最高です。そしてサウナを出てすぐ横に2つの水風呂があります。手桶もあり、そのすぐ横のオーバーヘッドシャワーからは温水も出ます。ちなみにシャワーは4つもあります。そしてまるで南国のようなビーチエリアには砂浜が広がっていて、ここで整っちゃいます。そして A の宿泊棟のみ薪風呂まであって、もう最高じゃない。はい、ということでサウナに入っていきたいと思うんですが、水着着用で男女一緒に入れるサウナとなっております。ということでサウナの周りは水分補給必ずね。はい、乾杯。乾杯。水がうまい。気持ちいい音してもらう。ではサウナ。かわちい。どうぞ。結構暑い。暑い。うう、結構カラッと。やっぱ新しいからかしら。わ、広い。定員8名だったんですけど。広々だね。広々。97度。なんか一応100度までね、設定していいみたいなんで。からの。景色。海？え、どこここ、リゾート地？幅が広い。ねえ、もう結構広いよね。うん、下だいぶほらこれできちゃう、このスタイルできちゃう。これね、一番いいやつね。これ一番ありがたいやつ。ね、サウナできるでしょ。ねえ、この広さだったらさ、ちょっとゴロンってやつ。うん。あ、これですよ。最高。貸し切りサウナにしてはこの暑さ結構。規格外だよね、なかなかないと思う。 そう、しかもさ、窓がこんだけ大きくてさ、うんうん、ね、この厚さをキープしてるのすごいよね。なかなかないよね。これ一発噴射しちゃいます。あ、お願いします。では失礼します。はい。でもこれはこれでいい。これはこれでいいんじゃない。あ、もう来てるよ。やばい、上の段やばい。早い。これいい。遠いところも、うん、ついラドルよりめっちゃやりやすい。そう、なんかね、さっここから座って、あ、座ってる人とか座ってもできるんだ、遠くから。あと、なんだろう、あのなんかディズニーのさ、ゲームでない、あのバズライトイヤーみたいな、あれっぽい色もね。色もてっかてっか。腕とかもすごい綺麗な玉汗。玉汗めっちゃすぐ、いいデコルテ。綺麗だよね、そんなところ撮ってるね。ダラダラドリオ。水風呂いただきます。あ、もうここで外気に触れられるの気持ちいい。磁石、うん、これ下の段行っていいですか。もちろん、そう、一緒に。もちろんもちろん。うわ、え、どこマジでここ、
意外とないね、この正方形の水風呂、うん、でもなんかサイズ感めっちゃ良かった。うん、ビーチへ行ってらっしゃい。アメスタの CM みたいになってる。漏れなく絶対に焼かない。焼く気満々だから。めちゃくちゃカンカンで焼きに行ってる感じ。セットメモ、いただきます。あ、お邪魔しますよ。リセットメモ、あ、下段でいいですね。上熱いな。熱い。上熱。いいね。かわいい。水風呂入ってる人がこう見えるっていうのがそそられますね、水風呂よ。そして今回宿泊したキャビンの中はこんな感じ。シックな内装で2段ベッドと1つ収納ベッドがあるので3名までベッドで寝ることができます。冷蔵庫はもちろん、ケトルや電子レンジまであり、綺麗なシャワーブースとふかふかのタオルで心地よく過ごせました。そしてお楽しみのバーベキュー、食材を持ち寄って自由に楽しめるので、お料理上手な友達たちに託してめちゃくちゃ楽しんでしまいました。薪の用意もあるので手ぶらで焚き火が楽しめるのも嬉しい。屋根やカーテンもついているので天気が少し悪くてもアウトドア体験ができちゃうってめっちゃいいよね。そしてやっぱり外で食べるご飯っていつものね、もう100倍ぐらいうまい。酒もうまい。ということで見事に二日酔いになりましたので、皆様はお気をつけください。はい、ということでめちゃくちゃ良かったね。気持ちが楽しかった。もうやること多すぎて疲れちゃうっていうのが難点でしたけれども、確かに確かに、アクセスもいいのに、なんか海外みたいな ね雰囲気なので、ぜひ皆さん来てみてください。はい、ということでさよなら。さよなら。